金的に。いや私子育てしたことないので、うん、いくらかかるかっていうのがわからないんですけど、なんかもらっても結局自分が払った税金出しな的なところがあるじゃないですか。だから子育てにかかるお金を無償化しますの方が結構魅力的かも。あの例えば学校に上がるときに、はい、あのランドセルじゃなくてリュックで良くなるところだったら、あちょっと心配減ったとかなるじゃないですか、うんうんうん、だから物をあげるとかっていうよりも、もうそれしなくていいよ、それしなくていいよの方が不安が消せるかなって自分的には思います。